ニュースポストセブンです。 100% アピールちゃんの企画で早稲田大学教育学部の合格を目指している小倉優子さん、番組で行った学力テストの結果を踏まえ、1週間で最低15時間の勉強がノルマとなりました。早稲田大学の受験に特化した通信教育予備校早稲田合格塾の塾長である平博明氏は、かなり厳しい戦いと指摘。平氏は、下手したら中学生レベルの学力からのスタートなわけですし、1日2時間ほどの勉強時間だと合格は 100% 無理だと言えるでしょうとコメントしています。ニュースポストセブン。